ボルフガング・ロイツルは、オーストリア、オーバー・エス・ターライフ・州バート・イシュル出身のスキージャンプ選手。1997年1月6日、ビショフス・ホーフェンで地元枠として、スキージャンプワールドカップにデビュー、41位だった。同年のジュニア世界選手権で団体戦同メダル獲得に貢献。翌1997から1998シーズンからワールドカップに、 定着、また1998年のジュニア世界選手権で金メダルを獲得した。以来10年以上にわたりオーストリアチームに欠かせない選手として活躍、これまでに世界選手権で団体の金メダルを合計5個獲得している。2007から2008シーズンまではトップに立つ選手ではなかったが2008から2009シーズン、ついに殻を破ることとなる。 クーサモでの開幕戦で2位となり、またジャンプ週間第1戦までで4回2位になるなど、あと一歩の成績を続けていたが、第2戦アルミッシュパルテンキルヒエンデヒガンのワールドカップ初優勝を果たすとそこから一気に3連勝して、ジャンプ週間総合優勝のタイトルも獲得した。ジャンプ週間第4戦のビショフス方編では1本目に5人の日型審判全員から20点満点をつけられる。 完璧なジャンプを見せた。国際大会での100点満点は1976年ジャンプ週間でのアロイスリップブルガー、1998年長野オリンピックでの船木和義に次いで史上3人目である。さらに世界選手権でもノーマルヒル個人とラージヒル団体で金メダルを獲得した。このシーズンのワールドカップ総合で自己最高となる3位となりベストシーズンを終えた。 2010年のバンクーバーオリンピックでは、個人ノーマルヒル11位、個人ラージヒル10位、団体では、金メダルを獲得した。ワールドカップ総合は6位となった。2011年のオルディックスキー世界選手権では、熱い選手層のため出番が少なく、ノーマルヒル個人37位に終わった。ワールドカップ総合は13位だった。2005年1月12日に、 ガールフレンドのマリーカとの間に、長男ベンヤミンが誕生。2006年6月11日に結婚し、翌年の2月10日には、ジナ・ニコラスが誕生している。現在は、バート・ミッテルンドルーフに住んでいる。2015年1月10日、記者会見で引退を発表。ありがとうございます。